はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。さあ今日はですね、最強の資源狩り編成を探せ、マルチで2回攻めていく二狩り行こうぜ、こちらをやっていきます。で今回はですね、あのアップデートでバルーンですね、攻撃力弱くなって確定数ですね、変わってしまいました。ただ昨日のドズルさんの動画で施設が壊れてから次のね、施設にターゲットを取り直すまでに 0.5 秒フリーズっていうのがあったんですが、その 0.5 秒フリーズがなくなったらしいです。で、さらにアップデートでクローンレベル1が25枠まで複製されるようになりました。これはね、アップデート前のレベル2のクローンと同じ数なんですよね。なので今回はバルーンラッシュにクローン2発をかけて、バルーン65体で全開取ることができるのか、こちらをね、やってみたいなと思います。My video is very, very crazy! Okay, let's go! はい、ではこちらの編成で行ってみます。そうですね、クローンは4枠使うので呪文枠かなり圧迫していてお辛いですが、ちょっとね、これで全開取れるかやってみます。はい、じゃあちょっとね、ここ行ってみたいなと思います。この配置面白くないですか？すげえ配置に当たったんですけど。なんか、12時とか3時とかにこうね、大砲とアーチャータワー1個ずつ置いて、囲ってますよね。何これ面白。じゃあちょっと行ってみます。アーチャークイーンが出てきたタイミングでババキン出しましょう。アーチャークイーン、早く出てこい。出てこい。はい、出てこいよ。はい、来い。おいった。おいった。はい、来ました。いただきます。よし、いいぞ。援軍も出てきた。で、ババキンもフィスト発動しちゃおう。フィスト発動して援軍処理をね、早めていきます。さあ、そしてできればですね、対空砲1本掘ってほしい。1本掘ってほしいな。ちょっと待って、アチャクイは、アチャクイそっち流れた。そしてウィズも残っている。クロークオッケー。さあ、こっから、ちょっとババキンにぶつかない。ちょっと待って、待って待って。ウィズ残ったらピンチ。ウィズ残ったら死ぬ。オッケー、危ねえ。さあ、対空砲は1本も折れなかったですね。外に施設いっぱいあったんで、ちょっとね、そっちの方に釣られてしまいましたが、よし、こっから行きましょう。オッケー、バルーンの量はですね、いっぱいいるんで、はい、こいつ、ここら辺の対空施設はね、先に削っておきましょう。削っておきます。オッケー。出していって、削っていきます。で、これで、大あらかた結構いけたんじゃないですか？よし。で、こっからですね、バルーンを、はい、まとめ出ししていきます。面出ししていって、で、あとはヘイストの使い方ですね。ここ、鍵になってきます。さあ、ヘイストを打っていって、さあ、バルーンの数が少なくなったらですね、クローン使っていきましょう。よし、で、クローン。オッケー、ここからクローン、バルーンが5体で、ね、複製されますんで。よしよし、いいですよ、いいですよ。まだまだバルーンの数は多い。バルーンの数は多いぞ。さあ、そしてなんか 3D メガネかけて浮き出しそうですね、これ。さあ、すごい色になっておりますが、ここからですね、40% の、ね。ああ、ダメだ。これはダメだ。ああ、分かってたよ。こうなることは。さあ、2回目、攻めてみましょう。さっきはですね、バルーン小出しにして、無駄にね、消費しちゃったのが良くないかなと思ったので、今回はね、もうね、勢いよく、バーっと出していきたいなと思います。はい、では、ここね、行ってみたいなと思います。アーチャークイがね、外にいるんで、そうですね、アーチャークイをまず、ババキンでね、処理していきます。さあ、処理していきます。で、もうね、フィストはまだ使わないでおこう。よしよし。で、このタイミングで、オッケー。さあ、援軍処理を行っていきました。で、援軍はいるかな、相手。いないですね。よし、これはもらったも当然でしょう。アチャクイはパーセンテージ稼ぎのために取っておきます。なので、こっからですね、はい、バルーンを一気に面で出していきます。面で出していって、からの、よーし。はい、援軍出していきます。で、範囲攻撃のね、水等とかに対しては、ヘイストを落としていきます。で、ここで中心部で、バルーンをね、たくさん出していきます。さあ、これでもらったも同然だ。さあ、いけるぞ、これは。これなかなかいいんじゃないですか。さっきのグダグダ回よりか全然いい。いや、かなり、これパーセンテージ稼げるでしょう。で、どうしよう。ヘイストは打っときましょう。対空砲は早めに壊して。で、エア水もね、嫌なので、ちょっとね、ここで落としていきます。さあ、そしてね、バルーン4体出してなかったのに今気づいた。あ、ここに出しちゃダメ。ここに出しちゃダメだった、今。まあ、でもいいんじゃないですか。で、ああ、知らないうちに残りの1体できた。あ、最後のミストのターゲット用に残そうと思ったのに。ただ、ああ、クローンのバルーンが消えてしまった。さあ、ただこれはいいぞ。40% 台に乗っている。あ、じゃあ、こっからですね。
アチャクイでパーセンテージ稼げればこれいけるでしょう。よいしょ、いや全然ワンチャンある、ワンチャンある。オッケー、星1は取れる。もうね、前回諦めてます。前回はね、最初の方からやる前からね、もうすでに無理だろうなって思ってますよ。分かってますよ。それをね、皆さん分かってて俺を泳がせたんでしょ。さあ、そしてアチャクイがね、どんどんパーセンテージを稼いでいく。これで 50% 台乗るんじゃないですか。いいですよ、いいですよ。さあ、クロスボウが残っているが、このクロスボウはまだたげるなよ。いや、いける。あと1個。あと1つ1個。よしよしよし。よし、星1は取れました。さあ、皆さん、これがですね、バルーン60体の威力ですよ。これね、クロー2発よりもですね、ヘイストね、11発とかの方が全然いい。これはね、もうね、分かってます。さあ、そして、じゃあ、パーセンテージにどこまで伸びるかやってみましょうか。アチャクイ、ここでクローク出し、使っていきます。さあ、よし、いいですよ。で、56、60% 乗るんじゃないか。あ、ギリギリ乗らないですね、これ。乗らないんだけど、これで終了と。56% か。もう一回やってみます。では、3回目いきます。もうね、さっきはですね、星1の 56% だったので、星2を取るか、もしくはですね、それ以上のパーセンテージを稼いで、で、こうね、みんなでバンザーイで終わってね、ビール飲みましょう。はい、では行きます。オッケー、そしたらここ行きましょうか。そうですね、タウンホールも結構狙いやすそうな位置にありますし、隙間があるんですよ。なので、バルーンで破壊した後に、アチャクイを入れたりすれば、いけるんじゃないですかね、これ。で、相手のアチャクイですね、問題は。ですが、ここにも隙間があるので、そうですね、インフェにたげられないうちにですね、アチャクイを処理できれば、これワンチャンあるんじゃないですか。行ってみましょう。さあ、どこ行こう。とりあえず、ヘイストここ先置きしときましょう。で、バルーンを出していきます。で、バルーンを出していって、ちょっと待って、水が出てきたぞ。水が出てきた。危ね、危ね。水がやばい。水がやばいんで、一回ちょっとね、クローンで出していって、で、ババキンを出していきます。よし、いいですよ。で、ここにヘイストかけていきましょう。さあ、よし、いいですよ、いいですよ。なるべくこっちのね、タウンホール側狙いたいので、こっち側のバルーンたちにヘイストかけていきます。さあ、ババキンフィスト発動していく。さあ、援軍のジャイアントに捕まって、ババキンが相手のアチャクイを処理できない。さあ、よし、ここでアチャクイを出して相手のアチャクイを処理していく。さあ、いけるぞ。いけるぞ。これは星にいけるんじゃないか。さあ、危ないのでクロークを使っていく。さあ、ここでタウンホールを壊して、オッケー、星に1を取った。さあ、そして、ビストを壊して、これは星にいけるんじゃないかと思ったら 26%! というわけで、今回は、クローン2つを使って、バルーン60体で攻めていくっていうね、クソ動画をお送りしていきました。そうですね、自分、バルクロ戦術に関しては全くわからないので、今度ね、ちょっとクラクラチャンネルエルフ、タウンホール11の人たちの攻めを見て、で、新レベルも追加されたので、面白いリプレイがあったら動画にしたいなと思っております。で、こういったね、ネタ動画もあげますが、またですね、クラン対戦の全開リプレイとか、資源狩り、サブサバー化の方とか、どんどん動画にしていきますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あと最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。